岸優太5人のキンプリの絆は永遠、韓国ロケ姿に番号級の深い理由。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもって、平野潮、26、神宮寺優太25、岸優太27、がキングプリンスから脱退したが、岸のキンプリ愛が改めて明らかになり、 ファンから感動の声が上がっている。VS 魂。フジテレビ系のメンバーが韓国でロケをしている姿が目撃され、それがツイッターを中心に拡散されているのですが、岸さんが金プリの11トンエッジシングル、彩りのキーホルダーをナップサックにつけていたそうなんです。女性史ライター。ツイッターには赤いジャケットを着た嵐、相葉雅紀、40。白いシャツを着た風間俊介、39。 青いジャケットを着た騎士を遠方から撮影した画像が拡散されている。また、韓国の空港を歩く騎士の姿もネットで拡散しており、新緑色のキャップ、白い T シャツを着用し、黒いナップサックを背負い、そのナップサックの下部に、彩りのキーホルダーをつけていることが確認できる。いつもと変わらない姿の中に、これを受けてキンプリファンからは、騎士くんキーホルダーつけてるの優しい世界すぎて本当に可愛いし、 ずっと変わらず、岸優ユタ。本当に癒されるっていうか、好きだ。岸優ユタがグループ脱退後もメンバー5人が映ってる大きめのキーホルダーをナップザックにつけてるという事実が分かっただけで、この先も生きていける気がする。ありがとう。世界、岸優ユタ。今まで5人のキーホルダー付けるような男じゃなかったから、これがガチな話ならマジ泣ける泣きいっちまう。などの感動の声が殺到。 彩りのキーホルダーはツイッタートレンド入りするほどだった。キンプリ在籍時は5人のキーホルダーをつけるようなタイプじゃなかったそうですが、脱退することが決まってからグループにより強い思いを抱くようになったのかもしれませんよね。岸さんといえば普段からナップサックを愛用していてファンにはよく知られた話。脱退後も変わることなくナップサックを使っていることにも、岸くんが相変わらずナップサックなの、本当好きといった声も上がっています。 脱退前と変わらない騎士さんの姿。そこにこれまでにはなかったという5人のキンプリのキーホルダーがあると、そこに5人のキンプリの絆は永遠と感じたファンも少なくなかったのではないでしょうか。前室の女性史ライター。騎士のキンプリ愛は脱退後も変わらない。キリリッキシ君かっこいい。騎士ユ太、タ。ボールを握りしめた静観表情で爽やかスポーツマンな姿。騎士をはじめとする VS 魂。 メンバーの韓国での活躍が見られる日を楽しみに待ちたい。